スコット・マイケル・ダイヤモンドは、カナダ・オンタリオ州ゲルフ出身のプロ野球選手。左投げ左だ。高校時代は、チームオンタリオに所属する一方、バスケットボールもプレイしていた。大学は、ニューヨーク州立大学ビンガムトン校に進学。故障の影響で2007年6月の MLB ドラフトでは指名されなかった。2007年8月に、アマチュア FA として、 アトランタブレーブスと契約した。2009年の開幕前には第2回 WBC にカナダ代表に選出された。この大会では1次予選のイタリア戦に登板して3回1失点という結果だった。2010年は a 級ミシシッピブレーブスとトリプル A 級グイネットブレーブスの2球団合計で27試合に先発し8勝7敗。 防御率3.47を記録。2010年12月にルール5ドラフトでミネソタツインズに移籍。その後、25人枠を外されたが、2011年3月28日に全所属球団のブレーブスとの間でトレードが成立したため、引き続きツインズに所属することになった。2011年7月8日のクリーブランド・インディアンス戦でメジャー初登板。 ツインズに所属した8人目のカナダ人選手となった。その後、一旦トリプル A 級ロチェスターレッドウィングスに降格するが、8月に再昇格し、同年8月31日のシカゴホワイトソックス戦で6回3失点の内容でメジャー初勝利を挙げた。2012年はアメリカンリーグの先発投手でベストの予死休率1.61を記録し、 チームの勝ち頭となる12勝を挙げた。2014年2月28日にツインズと1年契約に合意したが、3月27日に40人枠を外れ、トリプル A 級ロチェスターへ降格した。7月12日に解雇された。2014年7月17日にシンシナキレッツとマイナー契約を結び、参加のトリプル A 級ルイビルバッツへ配属された。 2015年4月5日にタンパベーレイズとマイナー契約を結んだ。この年はメジャーでの登板はなかった。11月上旬には第1回 WBSC プレミア12にカナダ代表として出場。11月6日に FA となった。2015年11月24日にトロントブルージェイズとマイナー契約を結んだ。2016年の開幕は 参加のトリプル A 級バッファローバイソンズで迎えた。6月13日にメジャー契約を結んで25人枠入りし、同日のフィラデルフィアフィリーズ戦で9回表に5番手で登板したが、1回で3失点を喫した。6月15日にディーフとなり、17日に40人枠を外れる形でトリプル A 級バッファローへ配属された。 2016年12月12日に韓国プロ野球 s k ワイバーンズと契約した。2017年は SK で10勝を記録するもチームがオフにエンジェル・サンチェスと契約したことにより同年限りで対談。球種は速球、カーブ、チェンジアップ。軸となる速球とカーブはいずれも平均レベルであるため将来像はローテーションの5番手レベルの先発投手か。 ロングリリーバーとの見方もある。一方で、2012年には、リーグトップの予視給率1.61とマークするなど、請求力は高く評価されている。ありがとうございます。